神戸メリケンパークオリエンタルホテルは兵庫県神戸市中央区の神戸港中東亭にあるホテル。最上階南側のバルコニー部分には灯台が設置されている。1995年7月15日に開業。中東亭の先端に位置する。ホテルの2階は客船ターミナルになっている。最上階には日本のホテルで唯一海上保安庁認可の公式の 東大が設置されている。開業時には、同年の阪神、淡路大震災で倒壊した、オリエンタルホテルの従業員が多く映っていた。2003年に、大英参加からゴールドマンサックス証券の所有となった。中途底先端に位置する、竹中工務店による設計。波をかたどった外観は、特徴的で、外壁を彩るブルーグリーンイルミネーションに輝く、姿は、 神戸港の夜景を彩る一つとして有名。中東亭の先端から海に突き出している。ホテルの屋上には、海上保安庁が許可した航路標識である、神戸メディケンパークオリエンタルホテル灯台が、所在しており、ホテル内に存在する灯台としては、日本唯一である。もともとは京町にあった、オリエンタルホテルの屋上へ1964年に、設置された。 神戸オリエンタルホテル屋上灯台であったが、建物の増加による見通しの低下や、阪神・淡路大震災によって、ホテル自体が閉鎖された結果、現在地へと再設置された。灯台の塔の形は、和田岬崎灯台を模したものとなっている。ありがとうございます。